なんだって？一気飲みバトル？当店特製のスペシャルドリンクを飲み切ったご主人様は、本日のお題がなんと無料になります。腕と胃に自信のあるご主人様はぜひぜひ参加してくださいね。参加ご希望のご主人様は挙手をお願いします。ただになるのか。ただより高いものはねえけど。けどこのアイスティーに1500円も払うよりはいいのか。ねえあなたたち、うちとしてもお店をもっともっと盛り上げたいの。だからイケメン二人に参加してもらえれば私すっごく嬉しいなーって。ああそうだな参加しても飲みきらないことには何のメリットもない。もし参加してくれたら私から聞きたいっておっしゃってたことすぐに教えて差し上げますよ。それは正直参加する以外の選択肢はないな。よし、じゃあ俺ら3人全員で挑戦するぜ。ありがとうございますご主人様。なんかイベントみてえだな。ああこういった店だと定期的にやってんのか。そうっすよ。バンド仲間から聞いたっすけど、こういうのでメイドさんから認知もらえるとかもあるらしいっす。認知だ。そうっす、推しメイドさんに覚えてもらえるとかって聞いたっす。自分はそこまで詳しくないっすけどね。なあ、イベントになんか頼らなくてもてめえ自身を相手に印象づけりゃいいだけだろうが。それができないから重視の言ってる状態が成り立つんだろうがな。腰抜けだな。まあせっかくだから参加したらどうだ。ただになるっていうし。うちの弁護士先生は相変わらず金にうるせえな。でも自分目立つのはちょっと。こちらのテーブルも参加でーす。この女何勝手に決めてやがんだ。お店のためにご協力お願いしますご主人様。はい。まあ飲み切れば丸く収まるはずだ。それではご参加のご主人様たちはこちらのステージまでお願いします。ドリンク入りまーす。なんだこれ。はあ、まがまがしい。なかなかパンチ効いてんな。いわゆる野菜スムージーってやつだよな。どこからどう見てもそうだ。おいサブロ、まだ勝負は始まってねえぞ。この匂い、セロリにほうれん草に人参にどれだけの野菜が入ってるんだよ。僕は降りる。これに挑戦するくらいなら僕は1500円を払う方を選ぶ。それでいいのかよサブロ。いいんだよ。第一、野菜を食べなくったって他の食べ物から必要な栄養素を摂取すれば健康に問題はないだろう。こんなものをわざわざ飲む理由が見当たらないね。こんくらいでギブアップか。まだ挑戦もしてねえってのに。そりゃ随分と根性なしじゃねえか。なんだと。俺はこの勝負降りねえぞ。絶対に飲み切ってやるからな。強がんなよ。己の叶えたい欲のためにはまず己を明らかに見よってな。
自分の実力は自分が一番分かってんだろ。根性なしたちはとっととリタイアして勝ちに進む節操たちを地獄から見上げてな。見上げんのはてめえらの方だ。俺が誰よりも先に飲み終わってやんよ。上等じゃねえか。これは男と男の戦いだ。それでは準備はいいですか。よーいスタート。なんだこの体をえぐるようなえぐみは。自分もうおいしっかりしろジューシー。ど何を入れたらこんな味になんだよ。まずい、まずすぎるぜ。なんつうか、これ本当に人間が飲んでも問題ないのか。アクを取らずに煮込んだみてえにえぐみが強え。誰か味見したのかよ。これ人に出していいもんじゃねえだろ。だが打った喧嘩だ。ここで降りたら男が廃るぜ。空港ジロー、こーうおりゃー、信じられないっす。あんな自分はもう見てるだけできついっすよ。なんて信念、いや執念だ。あいつらは今互いのメンツのためだけに飲んでやがる。信じられない。そんなもののために無理をすることに何の意味があるって言うんだ。合理性に欠けた人間の行動は理解に苦しむ。僕には真似できないけどすごいな。おい、もうよせ、限界だ。やめろ空港、これ以上はお前の体が。ジロー、これ以上は無理するな。会計が無料になる権利なんてそんなものはもう必要ないんだよ。こんなとこでお前の身に何かあってみろ。一人が悲しむだろう。サブロー、大丈夫か。必ず成功してみせる。なんせ俺は兄ちゃんの弟であり三郎の兄貴なんだからな。ジロー、残り時間あと10秒。おっしゃー見たかてめえら。ああ空港さん、無茶しないでくださいっす。ジロー、しっかりしろジロー。ごめんなサブロー、俺負けちまったよ。そんなのどうだっていい。ジローは最後までよくやった。だってあれを全部飲み干したじゃないか。それは賞賛に値する行為だ。だけどよ、もう喋るな。もう喋らなくったっていいんだ。てめえジローっつうのか。ジロー、てめえはすげえ男だ。節操が認めてやるよ。
今度会う機会があったらまた拙僧と手合わせ頼むぜ。ああ次こそは勝ってやるぜ。じゃあな、拙僧たちはもう行く。楽しいバトルだったぜ。いってらっしゃいませ、ご主人様。またのご帰宅、お待ちしております。なんとか生き残った。ちゃんと注文もしたし、ドリンクバトルにも参加したし、今度こそ話を聞かせてくれ。